はい、おはようございます。こんにちは。こんばんは。生涯ナチュラルビルダーのひっ健太店長です。はい、今日も元気に動画撮っていきたいと思います。ね、よろしくお願いします。はい、すごいな、白飛びが。はい、どうなってんだ、この部屋の。ていうか、このタブレットがおかしいんですよね。動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。私のですね、ナチュラルトレーニングのすべてを詰め込みました、ナチュラルボディビル研究所というブログが、動画の概要欄、真っ白だな顔、動画の概要欄の上の方にね、載っておりますので、ぜひ私と同じナチュラル思考のトレーニングの方は、チェックしてみてください。よろしくお願いいたします。はい。今日はですね、ちょっと首を痛めてしまいまして、はい。トレーニング関連の、お話、トーク系の動画なんですけども、ですね、タイトル的には、筋トレガチ勢が某グラビアアイドルから言われた筋肉関係のパワーワードということで、はい。サングラスすんの忘れたな。まあ、もういいか。はい。そう、筋肉関係のパワーワード、ね。私がですね、昔とあるグラビアアイドルにですね、言われたパワーワードがありまして、このね、パワーワードがですね、すごく筋トレ、筋肉の成長に役立つ言葉で、ちょっと苦い思い出もあるので、前動画でも言ったかな。うん、苦い思い出でもあるので、すごくね、脳内に残ってるんですよね。はい、耳に残ってるんです。で、どういうパワーワードかと言いますと、昔そうなんですよ。いろいろありまして、その子にね、ケンタと、ピンチはチャンスだよって、はい。ね、別に全然なんかうまい日々リズムも良くないし、だから別になんかそんなうまい言葉ではないんですけども、ピンチはチャンスだよっていう風にね言われたんですよ。はい。どうしてこんなに白飛びしちゃってんだなんか おかしないおかしない、美白になってない、うん、そう、ピンチはチャンスだよっていう言葉を言われまして、はい、授かったんですね。まあいろいろあったんだけども、大した言葉じゃねえなと思うんだけど、このピンチはチャンスだよってね、すげえ筋肉に役立つんですよ。というのも、数日前に首をね、盛大に痛めてしまって、首っていうかなんか僧帽筋周りなんですけど、もうこの辺今全体的にちょっと痛くて、なかなかちょっと右が向けないんですよ、今。はい。で、正直どこのトレーニングやろうとしても、ちょっと力入れるとピキってちょっと電気が走って、変な話、もう耳の方が痛いんですよね。うん。で、全然今ちょっとトレーニングできなくて、で、ベンチプレスね、150キロ上げるんだって意気込んで、はい、なんか、動画でもね、150上げるんだって宣言した直後に首痛めてしまって、もうベンチなんて今絶対できないんですよ。痛すぎて。はい。で、ちょっと結構ブルーだったんですよね。はい。ブルーだったんですけど、久しぶりにこのピンチはチャンスだよって、すげえ苦い思い出の、中で輝くアイドルの子にね、言われた言葉が蘇ってきまして、そうかと。もうろくにね、ベンチだなんだのトレーニングできないんであれば、はい。これ今こそね、この弱い前腕、はい、僕の前腕と腹筋、そして足ですね、弱点部位を克服するチャンスちゃうかなということでですね、はい。今日これで今動画の前にちょっと前腕やってたんですけど、で、結構ね、加圧してるってのもあるんですけど、結構前腕今日、いい感じじゃないですか。動画でどう映ってるかちょっとわかんないんですけど、はい。ね。ピンチはチャンスなんですよね。はい。うん。なんかピンチだ。もうなんかやる気ね。なんでこんななっちまったんだ、ゲションって、時間を無駄に過ごしてるよりも、そのピンチをね、チャンスに変えちゃえば、はい。もう一石二鳥じゃないですかってことで、ちょっとね、前腕やり込んでこうっていう話。でもなんかちょっと、これ、ピントどうにかなんないの、これ。明るさ。おかしいよね。鈴木園子見たくなってますもんね。はい。で、ちょっとね、前腕、僕一時からね、結構強化しようと思って、僕の、減量見てくれてた師匠が前腕めちゃくちゃかっけんすよ。前腕もう本当に外人みたいな前腕してて、でいろいろね、やっぱり前腕も単体で鍛えなきゃダメだっていう風に、アドバイスもらって、もう本当に
リストカール3000回1日毎日やって、ね、3000回ずつね毎日やったりとか結構やったんですよ。だからそれなりにちょっと、まあ、あのマッチョっぽくはなってきたんですけど、まだちょっと足りないなってことで、はい、やっぱこれですね、うん、これあのチューブをねロフトベッドに絡めてるんですけど、もうこのリストカールをとにかくいろんな方向に、やりまくる、うん、僕すごいリスペクトしているトレーニーで、あの稲田塾っていうね YouTube とかやってるんじゃないかな、 Twitter でなんか、フォローしてるんですけど、稲田塾っていうあの自重トレーニングをすごい狂ったような回数やり続けて、めちゃくちゃもうかっこいい体してる人がいるんですよね。今一番会いたい人なんですけど、あの人を見習ってね、やっぱりタクトルでも高回数1000回2000回の単位でやると結構ねやっぱねパンプするし肥大すると思うんですよ。はい、でごめんなさい、動画の概要欄にちょっと前腕の僕の秘密兵器の、ちょっと記事を載せておきますので、ぜひちょっと前腕弱い方読んでほしいんですけど、これやっぱリストカールすごくいいんですけど、こっち巻き込むのとね、あと逆に開く方のねこれですね、これはカールって言われるのかな、こうやって開く動きですね、うん、はい、こう開く動き、これどっちもやり込むのもいいんですけど、ちょっと昔紹介したんですけど、僕のね前腕の秘密兵器があるんですよ、うん、まあ詳しくはそのブログ見てくれればと思うんですけど、今日もこの後すぐ風呂入んなきゃいけないんで後が疲れてるから、はい、これねじゃん、はい、この前腕の秘密兵器、これがねやっぱ効きますよ本当に、これ加圧しながらやるとマジで辛い、これねすげえパンプするし、ちょっと今白飛びしちゃってるんであれなんですけどね、結構これいいですよ、いろんなあの前腕の効かせ方できる僕の秘密兵器なんですけど、ぜひねこれ試してほしいな、はい、うん、で結構今いい感じ、白いな白いから分かりづらいかもしれないですけど、うん、ね結構これいい感じなんですよ、いろんな使い方がねこれできて、ほう、なんか白くて何にも見えないね、うん、でも結構前腕バキバキしてる感じがねいいですよね、これのおかげです、リストカールと、まあ、あと高重量でちょっとリバースカールとかジムではやってるんですけど、まあ軽いやつもやっぱりスーパー高回数1000回2000回3000回もう本当に5000回とかやってもいいんじゃないかな、軽いのは、うん、毎日ね5000回3000回5000回とかやるとね大きくなりますね、やっぱり軽い重量でも、昔僕はそういうのないかなと思ってたんですけど、はい、やっぱ狂ったようにやるとね体は反応しますね、うん、まあ、むしろ僕らナチュラルはやっぱりねちょっと常軌を逸した回数とか常軌を逸したトレーニング方法でトレーニングしないと、まあ、やっぱ大きくなんないね、壁を感じてしまう途中で、うん、はい、ということでね、まあ、ピンチはチャンスということで、みんなもねどっか痛めてしまったらば、その痛めてないところをね、克服するチャンスだということで、腐らずにやりましょうということで、今日の動画を終わりたいと思います。はい、ね、ではではね、前腕ちょっといい感じになったんじゃないかな、減量終了の日よりかね、ちゃんと、減量終了した数日後の方がなんかバキバキしてるっていう謎のね、僕ほんと減量素人だったんだなっていうふうに、はい、思いますね、いい感じですよね今腕、はあ、どうでしょうね、こんな感じで、というわけで、健太店長でした、風呂入ってきます、さよなら